はい、どうもスーチャンネルスーです。ということでセントレアにいるんですけど、セントレアからイタリアローマの方に向かいたいと思います。以前にですね、イタリアローマまでね3万3000円で格安激安の航空券をね入手したっていう動画上げてると思うんですけど、今回そのフライトでございます。今回ね乗る航空会社なんですけども、中国南方航空を利用しまして、中国の、ね、武漢国際空港の方を経由して、そこからイタリアローマ国際空港の方に向かうという流れでやっていきたいと思います。ちょうど去年の今頃ですね、イタリアのミランの方に自分はですね中国国際航空をね使って行ったわけなんですけど、その時はね北京経由でした。今回は中国南方航空で中国の武漢をね、経由していくという感じの流れでございます。前回の動画でね、話してると思うんですけども、今回はねエラーチケットではなく正規の割引チケットということで、非常に安く、今までの中で一番安くね多分行けてると思います。ヨーロッパに関してはね、僕南方航空ビジネスクラスまたはエリートプラスメンバーの人に限ってなんですけどね、桜ラウンジ、 JAL の桜ラウンジを使うことができたりしますので、その様子を皆さんにお届けしつつ、飛行機乗ってね、武漢の方まで向かいたいと思いますので、お付き合いください。とりあえず今から、チェックインカウンターの方行ってチェックインしていきたいと思います。中国南方航空ね、まだ一応スカイチームのね、ロゴ入ってますね。 CZ8378 便になります。はい、まあ、ちょっと時間があるので4階のねこういった広場に来てるんですけど、すごいですね。ちょっと予想以上でした。綺麗です。まあ、クリスマスのイベントっていうのはねいつもセントラで行われてるんですけども、こういったちょっとね外が暗くなってきた時に見るとめちゃくちゃ綺麗に見えますね。まあ、今からヨーロッパ行くんで本場のねクリスマスマーケット見ることにはなるんでしょうけど、いやいい雰囲気ですね。ということで今ねチェックインカウンターの前に来ました。めちゃくちゃ人並んでますね。はい、今回は一応ね、スカイプライオリティレーンを使えるということで、なんとかねスムーズに行けそうですけども、普通に乗る場合はかなり並んでるんで、これは時間かかりそうですね。もうね中国人の方々が先に場所取りしてるんでね。はい、ということで無事ね航空券の方を発券してもらいました。早速なんですけどね、ちょっと不安材料というか嫌な予感がしております。武漢で1回、ね、入国しないといけないんですよね。で荷物を自分で受け取って1回入国して、そこからねまたチェックインカウンターに行ってチケット発券して荷物預けて出国してっていうのをねやらないといけないというね、まあ、武漢空港のルールがあるらしくて、これねちょっとね際どいですね。乗り継ぎ時間の方ね自分は2時間半だと思ってたんですけども、1時間20分でした。なので超ダッシュでね行かないとまずいということで、今 JAL のねスタッフさんが、チェックインカウンターのね業務してたんですけども、まあ、一応席を一番前にしてでダッシュで行けばなんとかギリギリ間に合うんじゃないかっていう話で、まあ、ギリギリで間に合わなかった場合は次の便になるんでまた予定が変わっちゃうかもしれないですけどって言われて、これがね結構リスクなんですよね。はい、まあ、YouTube 的にはちょっとねまたトラブルということで、面白いかもしれないですけど、僕的にはちょっと、ね、予定が崩れてしまうんで非常に悩ましいんですけども、なんとか空港ダッシュをしたいと、思います。でとりあえず今からね、セントレアは、ね、中国南方航空の場合は JAL の桜ラウンジ使えるということで、一応ねラウンジカードいただけましたので、入っていこうかなと思います。はい、ということでね、保安検査と出国審査終わりましたので、今から桜ラウンジの方に行きたいと思います。武漢の空港でね荷物が出てくるのを待ってたらね、チェックインできないかもしれないということで、無理やり手荷物にして飛行機乗る感じになりました。なのでね荷物があって邪魔で非常に嫌です。はい、ということでセントレアにはね桜ラウンジ専用のエレベーターがあります。乗っていきましょう。ドアが閉まります。いや懐かしいな。時間的にあと1時間ぐらいしか入れないですけどね、ちょっとカレー食べてゆっくりしたいと思います。はい、今年確かミャンマーに行った時にね、あのベトナム航空でこちらの桜ラウンジ使わせていただきましたね。前回のあれかな、中国国際航空でミラノ行った時も確か使った気がしますね。はい、ということで桜ラウンジ入りました。いや人が全然いなくていいですね。ちょっとカレー食べたいと思います。これですね、JAL と、ね、ココイチのカレーですね。あ、これご飯だった、はい、これがキーマカレーで、こっちがビーフカレーですね。まあ、あとおかず類はこんな感じで、
ありますね、はい、あとですねこんな感じで小さなおはぎとかありますね。これ知らなかった。どうやって開けるんだ。あ、こうか。ちょっといただこうかな。前もね紹介したかもしれないですけども、セントリアのね桜ラウンジはこんな感じでお酒のねバーがあるんですよね。はい、まあこれセルフサービスですけど、まあでもどこのラウンジにもあるかこんなのは。まあ自分があんまお酒飲まないんで全然こう仕組みが分かってないんですけども、まあちょっと高級そうなワインとか、これは焼酎かな、うん、焼酎とかありますね。はい、自分であとこちらでねあのハイボール作ったりできるんだと思います。はい、ということで持ってきました。こちらがねココイチと JAL のコラボカレーですね。で一応ね合いがけ風にしたんですけど、これが JAL のビーフカレーで、コールスローとヤングコーンと、まあ、サラミと JAL のなんか特製おはぎと、まあ、チーズですね。であとジョッキでコーラがっつりですけど、まあこれ今日の晩ご飯なんで、あでも機内食あったな、まあいいや、食べたいと思います。それではコーラ、ああ美味しいです。次はカレーですね。うん、あめっちゃ美味しい。いやね、格安で買ったね中国南方航空のチケットでね、まあ、桜ラウンジ入ってカレー食べれるってめっちゃお得のような気がしますけど、美味しいです。うん、ちょっとキーマカレーの方いただきます。うん、あ辛い、うん、美味しい。とこの気になってたおはぎですね、これ前来た時なかったですね。あめっちゃうまい。うん、まさかね武漢で一回入国しない、まあ予想はしてたんですけどね、武漢で入国して荷物まで受け取ってもう一回チケットを発券し直さないといけないっていうのはちょっとしんどいかなと思いますね。まあトランジット時間が3時間とか4時間あればいいんですけど、今回1時間20分ということでね、まあ、2時間あればいいかな。まあ、保安検査めっちゃ並んだりしたら非常にピンチなんでね、今後どうなるか僕にはまだわからないですけどね、実際についてみて猛ダッシュしていくのか意外に普通に行けるのかね、僕もまだこの段階ではわかんないんですけども、皆さんちょっとお楽しみにということで、その後イタリアまでの長距離フライトあるんでゆっくりね飛行機乗りたいですよね。まあでもチケットが安い分、まあこういうのはしょうがないかなと思います。はい、ということで間もなくね時間なのでラウンジを出たいと思います。今回はなかなか、ね、ハラハラする乗り継ぎですね。やばいかもしれないな。これはねしっかりと作戦を練らないといけないですね。あのオチオチしてるとね本当に乗り遅れるんで、一応ね JAL のスタッフさんが席を一番前にはしてくれたんですけど、そこからダッシュでねとりあえず中国の入国審査を終わらせて、でチェックインカウンターを探して、でダッシュでチェックインして航空券発券してまた出国手続きと、いや結構厳しそうですね。はい、というとりあえずね、あの飛行機の遅延はかなりの致命的なダメージになりますんで、今回のフライトはね、今アナウンスしてますけども、ちゃんとね定刻通り行くということで、ちょっとこれは安心しました。ということで間もなくね優先搭乗が始まるみたいなので乗り込んでいきたいと思います。ちなみにね中国南方航空はチャイナサザンと言いまして、中国東方航空はねイースタンと、チャイナイースタンというのもなかなか面白いなと思いますけど、間もなくね、搭乗開始します。はい、もうなんかねもう飛行機の乗り継ぎが失敗しそうでかなりハラハラして、もう全然落ち着けないですね。うん、これはちょっとこのチケットのねデメリットかもしれない。はい、ということで今から優先搭乗で入りたいと思います。22番搭乗口からご搭乗ください。本日も中国南方航空までいただきまして ありがとうございます。今ねカウンター業務されてた JAL のスタッフさんがいつもチャンネル見てます、ありがとうございますってなぜかお礼を言われましたんでいやめっちゃ嬉しいですね、見ててくれるとは。はい、ありがとうございます。こちらこそ。ということで今機内の方乗り込みました。
機材はですね、ボーイング737のダッシュ800ですね、まあ、いわゆる一般的な、小型というか中型ぐらいのジェット機でしょうか、まあ、日本の、ね、国内線でも多く使われてますよね。ちなみに席の間隔は、ね、さすが一番前ということで、まあ、めちゃくちゃ広くはないですけどね、普通の、ね、並びの席よりかは全然広いかと思います。ただね、分かってる人多いと思いますけど、一番前だとね、荷物を全部上にね、棚にしまわないといけないので、それがちょっとネックですね。まあでも、必要な書類と、ね、入国カードを書くボールペンぐらい出しておけば、まああとはいいんじゃないかなと思います。ね、膝掛けとか、枕をね、もう席に用意してありました。で、今回ね、自分が用意してもらった席は一番前です。はい、これ何度も言ってますけど、早くね、トランジットっていうか、あの乗り継ぎをね、するために、気を使って、ここの席にね、してくれました。で、今乗り込んだらね、CA さんの方が、ローマまで、行くんでしょうみたいな感じで、もう情報を伝えてくれてるみたいで、早くね、エスコートしてくれるということで、これめっちゃ嬉しかったですね。ちょっと正直、ね、そういったことないのかなと思ってたんですけども、ちゃんとね、理解してくれて、しっかりとね、助けてくれるということで、よかったです。しかも、今回 CA さんかなり英語を喋れたので、僕はね、あんま喋れないんですけども、わかりやすく、言ってくれたので、ローマ行きのチケット発券するところまでね、早く行けるようになんとかしてくれると言ってたんですけども、ただね、入国審査とかあるんでどうなのか分かんないんですけどね、まあ、とりあえず早く飛行機から多分出してはくれると思います。で、今気づいたんですけどね、僕の座ってる席はプレミアムエコノミーでしたね。あ、それ今気づきました。はい、後ろの席が一応ビジネスクラスがあって、プレミアムエコノミーがあって、今 CA さんがいるところから後ろがエコノミーで、ちょっとね、席の間隔と座席の形が違うなと思ったんですけどね、今回自分はちゃんとプレミアムエコノミーなんかアップグレードしてくれてたみたいですね。はい、これは知らなかったですね。シートのカバーの色とかよく見たらプレミアムエコノミーって書いてあったので、まあ正直飛行機が小さいんであんまり変わらないんですけどね。あ、電気消えました。まもなく離陸します。ということで離陸してしばらく経ったんですけどね、一応またね、ブランケットいりますかって言って、でいらないって言ったんですけどね、なんか席の横に置いていきました。まあ、もし必要なら使ってくださいということなんでしょうかね。一応ね、席に座った時にも置いてあったんですけどね、でもちょっと種類が違うな。これが最初席のところに置いてあったやつなんですけどね、なんなんだろう、2つね、種類があるのかな、ちょっとわかんないけど、とりあえず、ね、こんな感じで中国南方航空のローが入った結構物が良さそうなブランケットですね。まあせっかくなので開けてみますか。使わないけど、はい、こんな感じですね。うん、結構ふかふかですね。若干なんか汚いような気もするけど、でもすごいサイズはでかいですね。これ今半分のあれでやってるんですかね、さらに倍以上に広がるんで、いや、これは長距離フライトの時に欲しいですね。はい、とりあえずセントレアから武漢まで、ね、3時間40分ぐらい、まあ、まあまああるっちゃあるんですけど、はい、間もなくね、機内サービスが始まると思います。機内サービスが始まりました。で、オレンジジュースいただきました。結構なみなみに入れてくれますね。はい、でやっぱり一番前なので、非常に早くサービスしてくれます。はい、この辺は非常にいいですね。はい、ということで機内食来ました。いや、これ面白いな、こんなの初めてですね。本当に弁当箱ですね。ボックスというよりもマジで弁当箱っていう感じがします。で、これは分かりますね、そばですね、麺つゆもあります。で、これサラダと卵焼きかな。あ、これサーモンが入ってる。と、杏仁豆腐とキットカット、これなかなかいいんじゃないですかね。で、メインがシーフードにしました。シーフードかチキンかって言われて、ちょっと内容がうまく聞き取れなかったんですけど、まあ、シーフードの方がね、当たりが多いっていうことを
ね、最近分かってきましたんでシーフードにしました。ちょっと開けてみようかな。めちゃくちゃ熱いです。はい、開けたらですね、このシーフード焼きそばでした。あと日本のソース焼きそばですね。これめっちゃいいな。ただそばと、まあ、焼きそばみたいな感じですけど、いやクオリティ高い気がする。でもちろんね、これセントレアで多分作ったやつなんで、間違いなく美味しいと思います。まあ、中国南方航空で今回初めてなんですけども、中国南方航空ね、正直あんまりいいイメージなかったんですけどもね、ところがどっこいって感じですね。 CA さんたちもすごいフレンドリーでね、非常に対応も素晴らしいですね。それではオレンジジュース、じゃあ最初はそばを食べようかな。ちゃんとわさびとか入ってますね。結構ね、飛行機の機内食でこのね、和食の日本のそばっていうのはなかなかたくさん出てきますよね。いただきます。だけになったんですけどね、早いですね。すぐにね、ドリンクの2巡目というか、おかわりいりませんかと見てくれました。でお弁当箱もねすぐに持っててくれたんで、これは非常にありがたいです。ということで、なんとか武漢の方に着いたんですけどね、あのお姉さんがね、中国南方航空のスタッフさんが手伝ってくれるのかなと思ったら、ただね、あのフロアとゲート行ってくれるだけでね、自分でやらないといけないので、結局急がないといけないですね。ギリギリですね。ちょっとやばいです。走らないとまずいな。やばいやばいやばい。